はい、それでは2023年度慶応中等部理科入試問題大問2の5分解説を行っていきます。慶応中等部の入試問題は難関校の割には難しくない平易な問題が中心です。ですから高得点勝負ですね。どれだけ早い時間で正確に回答できるかが点数を大きく分けますので、解説もスピーディーに進めていきましょう。まず前提となる情報が、2022年9月15日の夜8時、東京ではちょうど頭上に夏の大三角がありました。次の問いに答えなさいというものですね。それでは1、夏の大三角を構成している星を次の中から3つ選びなさい。答えは番号の小さい方から順に書くこと。一緒に2もやっちゃいます。1で選んだ星を含む星座を次の中から3つ選びなさい。答えは番号の小さい方から順に書くこと。この2つの問題ですが、夏の大三角を構成する星と星座を選ぶ問題ですね。暗記していればなんてことはない問題ですが、もし夏の大三角や冬の大三角の星と星座の組み合わせが覚えられないと困っている人がいましたら、ぜひ星も星座もセットで覚える夏と冬の大三角の呪文という動画で簡単な覚え方を紹介していますので、ぜひそちらもご覧になってくださいね。それではちゃっちゃと答えてしまいましょう。夏の大三角は獅子座のアルタイル、白鳥座のデネブ、こと座のベガの3つで作られていますので、1の答えは157、2の答えは578となります。次の3は、上の問題文の下線の日時に南を正面にして頭上の星を観察したとすると、夏の大三角を構成する3つの星を含む星座の位置関係はどのように見えますか？次の中から選びなさいという問題です。これは覚えてしまった方が早い問題です。夏の大三角ですが、基本的に獅子座のアルタイルを軸にしてぐるっと東から南、西へと夜空を移動しています。ですから南の空にある時にはアルタイルが一番下に位置しています。その右上に一番明るいベガ、そこから左の空にデネブがありますね。ですから下線の日時にはちょうど真上に夏の大三角が来ているということは南中しているということですから、一番下にアルタイルがあり、その右上にベガがある位置が正解になりますね。その後の4は簡単な問題です。この日の夜11時には夏の大三角はどの方角に傾いて見えますか？次の中から選びなさいという問題ですが、夜11時というのは夜8時から3時間後です。北の空の星を除いて基本的に星は東、南、西の順に空を巡りますから、8時に南の空にあった夏の大三角は11時には西の空にありますよね。ですから2が正解になります。最後に5です。これが一番難しい問題ですので、しっかり解説していきます。オーストラリアのアデレードは南緯約35度で、経度が東京と同じ東経139度にある都市です。問題文の下線の日時に南を正面にして頭上の星を観察したとすると、3で選んだ夏の大三角はアデレードではどのように見えますか？次の中から選びなさい。さてこの問題ですが、まず経度が東京と同じ139度ですので、星の南中時刻は東京とアデレードは一緒ですね。夜8時に一番高くなっていると思われます。そして緯度が北緯35度の東京に対して南緯35度ですから、赤道を境にしてちょうど東京と上下反対の位置にアデレードはあります。つまり東京で真上90度の高さに見える星はアデレードでは 35+35 で70度分傾いて見えるはずです。ここでアデレードから見て夏の大三角は北極の方角、つまり北の空に見えるはずですね。そして東京から見る上下の向きとアデレードから見る上下の向きは一緒です。ということは東京で見たものと同じ向きで北の地平線によって見えたはずですから、答えは3になります。南半球の星の見え方は戸惑うことも多いと思いますが、図を書いて確認すると答えが見えてきますので、暗記で何ともならないものについては作図も一つの方法で取り組んでみてくださいね。解説は以上です。You may feel like
job.